飲み会に行くときはですね、今日この人とこういう話をしてみたいっていうのをあらかじめ決めてから予定を組むようにしています。意外と時間ってあるんだなとか、結構時間意識が高まったんですね。新卒1年目とかはですね、もう本当に金土を飲み歩いてですね、土曜日の午前中に起きたことはもうほぼない。小さいハードルを設けてクリアしていくっていう方法で自分のモチベーションを維持しています。キャリアに悩みのそこのあなた、公式 LINE 登録で就職活診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手に入れます。詳しくは概要欄をチェック。今回視聴者限定で無料で転職相談に乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。皆さんこんにちは、トップ収納さがらです。今ちょうどですね、ゴールデンウィーク始まっておりますけれども、今日はですね、ゴールデンウィーク、長期休みのですね、おすすめの過ごし方を3つご紹介しようと思います。私の実体験に基づいてですね、キャリアの考え方だったりとか、私のですね、仕事に対するモチベーションの意識だったりとか、そういったところに役立った情報をですね、皆さんにお届けできればと思っております。すでに自分なりの方法ね、確立されていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、簡単に私のキャリアね、ご紹介しますと、新卒でですね、広告代理店入社しまして、その後ですね、 LINE ヤフー社に入社しました。そしてご存知の方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども、自身でもさがらゴーチというね、YouTube チャンネルをずっと運営してまして、もう6、7年ほどですね、本業のキャリアよりも長くですね、自分で何かしらの副業をずっと取り組んでいるという形です。私の考え方の一つなんですが、本業頑張りつつ、副業ですとか、今後のキャリアについてもですね、自己実現に関しては常に、ずっと考えているタイプです。仕事は人生の一部で、自分の人生を充実させる手段の一つだと思ってます。そして今日ご紹介する長期休みのね、私の過ごし方というのは今でももちろん継続していて、私が働くモチベーションにもなっていますので、ぜひ参考になったら嬉しいです。それでは、私なりのですね、長期休みの過ごし方、おすすめのもの3選ご紹介しますけれども、まず1つ目はですね、何かしらの達成感を味わうということですね。結構抽象的なタイトルになってしまいましたけれども、私の考えの一つとして、自分の人生、仕事もですね、プライベートもどちらも充実させたいという考えがありまして、例えば、旅行だったりとか、飲み会の予定が長期休みに入ってますという方、私がその予定を組むときはですね、何かしらの目的を必ず考えてから予定を組みます。旅行に行くっていう場合はですね、私日本全国ですね、行ったことない地を、とにかく行ってみたいという目的がありますので、その行ったことない地に行って達成感を味わうだったりとか、飲み会に行くときはですね、今日この人とこういう話をしてみたいっていうのをあらかじめ決めてから予定を組むようにしています。もちろん仕事に関することで何かしら勉強のテーマを決めてこれをやり遂げようっていうことも私もやったりするんですけれども、こういったプライベートのところでもですね、目的意識を持って何かしら予定を組むと、それが終わった後にですね、人生の充実度っていうのが上がってきたりとか、その予定の後にですね、もっと楽しみたいから仕事頑張ろうとかですね、そういったモチベーションにつながってくるかなと思います。やっぱり何か計画してやり遂げた後っていうのは達成感を非常にね、味わうことができると思いますので、私はこういった考えでですね、プライベートの予定も仕事の予定も組むようにしています。なので今ですね、なんとなく飲み会をね、設定して飲みに行ったりしている方、今日はこういう話をこの人に聞いてみようとか、新しい情報をね、手に入れてみようとか、そういった目的を一つですね、自分の中で決めて予定を組んでみると、また達成感を味わって次の目標につなげられるんじゃないかなと、小さい一歩ですけれども思います。やっぱりそういう積み重ねって結構人生において大事だと思いますし、振り返った時にですね、昨日、先週、先月の自分よりもですね、何かしらアップデートしているっていう達成感を味わうことができると思います。それからおすすめの過ごし方、2つ目ですね。いつも仕事がある日と同じような時間に起きるということです。休みだからね、ちょっと予定なくてダラダラと起きようかなとか、なんとなく午前中をですね、ダラダラ過ごしてみようかなとか、そういう日もね、たまにはあっていいと思うんですけれども、仕事が始まる時間と同じことに起きることによって、仮に予定がなかったとしたら結構暇だと思うんですよ。でそこで感じることって、あれ、なんかこの空き時間でいつも仕事してたのかとか、意外と時間ってあるんだなとか、そこで何かできるんじゃないかなっていう、その次のですね、何かしてみようっていう考えにね、ふと至ることがあると思います。これによって私はですね、結構時間意識が高まったんですね。正直私新卒1年目とかはですね、もう本当に金土を飲み歩いてですね、土曜日の午前中に起きたことはもうほぼないなんてね、生活を送っていましたけれども、ある時やっ
っぱりですね、この時間の使い方非常にもったいないなという潜在意識から、ちょっと午前中ですね、いつもと同じ時間に起きてみるということをやってみたら、仕事をしている時よりもゆっくり時間を使えつつ、私だったら副業のね、作業をすることができたりとかですね、ゆっくり時間を使えることによって自分の思考も整理されたりとか、普段忙しくて考えることができなかったようなことも頭の中で整理されたりとか、こんなことがやってみたいとか思いついたりとかですね、そんな時間の使い方ができるようになりました。まあ、私は今副業をね、例に挙げましたけれども、まあ、もちろんですね、仕事でちょっと自分に足りてないなっていうスキルの読書の時間に当てたりとか、情報のインプットの時間に当てたりとかですね、そういったことをゆっくりできる時間が生まれると思いますので、いつもと同じ時間に起きて時間意識を高めるっていうことはとても大事だなと私は実感してます。今ね、ちょっとですね、こうダラダラ起きてしまって、まあ、土曜日の午前中とかですね、もうほぼほぼ何もしてないっていう状態の方、ちょっと使い方変えるとか、早起きしてみるだけでかなりですね、時間意識変わると思いますので、ぜひ実践してみてください。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。それからおすすめの長期休みの過ごし方、3つ目ですね。これは移動時間ですとか空き時間に何かしらのインプットを垂れ流しするということですね。私ですね、実はちょっと読書が苦手でして、情報をこう一気にインプットするというよりかは、まず初めにですね、自分がこう興味関心のあるところの領域の情報をこう音声で垂れ流すということをやってるんですね。その中で、まあ、いくつかね、単語を拾ったりとか、自分の中で興味があるですね、話だったりとかを片耳で聞いているような感覚なんですけれども、それによってですね、私が興味ある領域とか、それから学びたいことの引き出しがとっても増えるんですよね。で、いざそれが必要になりましたっていう時に、その引き出しを開いてですね、一気に私は調べ尽くすっていうことをやったりしてます。まあ、具体的にどんな方法でですね、インプットしているかっていうと、まあ、皆さん今YouTube ご覧いただいていると思いますけれども、私が YouTube を使う時には、まあ、ひたすらですね、興味がありそうなコンテンツをですね、探して再生リストを作って、ずっと垂れ流してます。画面を注視するっていうよりかは、まあ、音声でですね、自分の中にインプットをして、気になるものがあったらちょっとですね、画面を注視して聞いてみるとか、そんなインプットをしたりしてます。あとはですね、まあ、オーディブルだったりとか、まあ、書籍をですね、こう朗読してくれるサービスとかも今ありますので、その手のサービスをですね、私たくさん契約していて、ひたすらですね、家の中でこう音声が溢れているような状態にしてます。これはですね、移動中だったりとか暇な時間だけではなくて、私はですね、まあ、土日ずっと作業はしてるんですけれども、作業中もですね、音を垂れ流しにして、ひたすらにインプットといいますか、情報を垂れ流すようにしています。まあ、それからですね、自分のモチベーションを維持する上で一つ大事だなと思っているのが、自分のロールモデルになりうる人をですね、まあ、例えば YouTube 上でも何でもいいんですけれども、探してですね、その方の発信している情報っていうのも垂れ流すのがいいかなと思います。まあ、こんな人にね、憧れるだったりとか、こういうキャリアを歩みたいだったりとかですね、そういう情報をこうひたすらこう入れ続けることによって、自分に足りてないものが何なんだろうなとかがですね、なんとなく分かってきたりとか、気づきのきっかけになると思いますので、そういったところから私は結構モチベーションにつなげたりしています。そして先ほども言った通りですね、まあ、その人が言っている言葉で何か気になるものがあったりとか、キャリアで気になるものがあったら、まあ、ひたすらですね、まあ、その領域に関して調べ尽くすみたいなことを手順としてやっています。まあ、今私3つですね、長期休みのおすすめの過ごし方ご紹介したんですけども、これはまあ当然私なりのやり方であって、結構ですね、私はゆるーくインプットだったりとか、まあ達成感だったりとか、小さいハードルを設けてクリアしていくっていう方法で自分のモチベーションを維持しています。もちろんね、高いハードル目標を設けて、まあ、それに向かってこう一直線で頑張れる方っていうのもいらっしゃると思うんですけれども、私と近いような感覚を持った方だと、小さいハードルを何個も設けていく方が自分のモチベーションにね、つながりやすかったりすると思いますので、ぜひ参考になったら真似してみてください。私が最後に言ったですね、まあ、インプットを増やすだったりとか、引き出しを増やしていくっていうところに関して、弊社トップ集ではですね、キャリアのプロの方がしっかりと皆さんのキャリアに向き合って、キャリアの相談に乗ってくれる無料のキャリア相談も行っています。こちらはですね、概要欄から申し込むことができますので、まあ、まだキャリアに悩んでいないけれども、まあ、漠然とですね、いろんな情報を仕入れてみたいんだという方でも、まあ、情報の引き出しを作っていくっ
ていう意味でとっても有意義な時間になると思いますので、ぜひこちらですね、概要欄から申し込んでみてください。何も知識がない状態というよりもですね、自分で引き出しをたくさん持っていた方が後々自分で詳しく知りたい、調べたいっていう時に一歩目が全く違うと思いますので、まずは自分よりもキャリアに詳しい方に相談する、それから情報を提供してもらう、そういったことで、使ってみてください。まあ、今日はですね、長期休みのおすすめの過ごし方ご紹介しましたけれども、トップ集では皆様のキャリアに役立つ情報をこれからも発信していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは See you next time. バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。